はい、3番転校。はい、お願いします。はい、ルルテンプレ始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。進行としてはですね、レーナーが2人出た場合なんですけど、僕は決め打ちしたいですね。やっぱりその発言内容とか考察内容を聞いて、やっぱこれ死んだと思うから当然残したいと思います。その場合ってやっぱ釣り切りってなんかもったいないなと思いますよ。まあ、いつか決め打てないといけないんで、それがまあ遅いか早いか。で、レーナに関しては、2周目出てきてもらって、構いません。はい。1周目の発言内容聞いたのでね、僕は精査するんで、2周目出てきてもらっても何ら問題はありません。はい。あと、村すらに関しても、俺はやってもいいとは思うけど、それが村にね、きちんと説明できるかどうか。まあ、それができないんだったらやめた方がいいよ。人外に釣りをされるからね。各役を隠する、確定させるために出ましたみたいな、いらないかなと思ってますか。はい。あと、まあ、理由はね、しっかり白黒理由言ってください。はい。村に情報を落としてください。はい。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番、私は黒い狼です。はい、占い師でした。5番さん、ランダムしろね。ひろちゃんさん、5番にランダムしろお願いします。2番さんの進行論としては、同じです、私は。はい。で、1周目にね、霊能出てください。まあ、私もね、釣り切りよりはね、芯を決め打って、1周目、なんで、1周目で出てきてほしいかなと思っています。もう完全に1周目で出てください。2番さんの位置で出ないで、2番さんが立つ前にね、出てほしいかなって。以上です。まあ、2周目頑張ります。お願いします。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。2番、3番ともに例の決め打ち派って言ってるんですけど、まあ、決め打てるんやったら決め打ちたいなっていう気持ちはあるけど、まあ、わからんときは釣り切った方がいいかなって思ってる。で、3番の発言聞いてて、なんやろ、なんで、2番さんに丸便乗なんかなって。じゃあ3番して2番の印象って、すごく良くなるんじゃないかな。そういうのも落としてくれたら嬉しかったなって思って、なんか3番に対しては頼りないなっていう印象を持ってます。うん。特になんか占い師の精査が、両方芯に見えるとか、両方芯目ないとかいう場合に、霊能決め打てたら強いかなって、個人的には思います。5番のプレイヤーが発言します。まあ、そうですね。まあ、4番さんが大好きな人もいれば、4番さんに違うタイプの女性が大好きな人もいるからね。うん。でも、決め打った方がいいじゃん。うん。自分は、4番さんがね、大好きって言われたいでしょ。だから俺は4番さん決め打つよ。うん。まあ、それは冗談だけどね。まあ自分が霊能だったことを考えれば決め打ってほしいでしょ。だから決め打った方が本来はいいんだけど。だからといって別に4番さんがね、安定進行だから黒いとなんて別に言ってない。それはまあその考え方だから。2番さんもね、あれだよ。うん、スラやってもいいじゃなくて、もうスラは認めない。お前らを絶対するってスラは。で、やることが、みんながやることがね、事務所の発展につながるから。薬星皿と五分でしょ。グレー星皿と五分以下になるでしょ、黒釣るのは。確率で考えれば分かんないよ。平和村作る人ってやばいんだよ。確率数学ができてないってことと同意。うん。だから、スラするやつはやばいんだよ。うん。確率で考えれば。うん。以上。6番のプレイヤーが発言します。
はい、6番です。霊能師です。お願いします。まあ決め打ってくれるってことで嬉しいですね。そうですね、まあどうなんですかね、3番さんの目線だと違うんじゃないかなと思いましたけどね。3番さんもし霊能2人出て3番さんの対抗が出ましたっていう状況になると、3番さんが占いで1個黒見つけたときって3番さん目線で全部の陣外が露出するんで、3番さんが真勝ち取ればそこに4の扱えたら 100% 勝てますんで、占い師としてのなんかモチベーションとしては高くないかなって思ってますね、3番さんが真だったら。で、グレーはまあ今のところはまだそれぞれの意見を言ってるとこなんでね、白黒はつけられないですけども、まあ2周目かな。7番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。まあ6番さんが霊能なんですけども、まあ確定するか知らないですけど、まあ非常に3番さんの指摘はクリティカルだなと思いましたね。直す霊能にかけることで、まあ、その分占えるので、まあ、その面からいい指摘だったなと思います。まあ、僕としては黒い狼っていう発言が3番さん冒頭にあったので、まあ、その時点でちょっと若干思考が入ってるかなという感じですかね。はい。まあ自分は決め打ちは、まあ4番さんと一緒ですね。まあ決め打ちできたらいいですけど、まあほぼほぼできないんじゃないかな、みたいな感じですかね。はい。まあ、ぐらいですかね。以上です。8番のプレイヤーが発言します。こんにちは、と。よろしくお願いします。霊能って僕なんですけどね。おかしいですね。なんで霊能が出てるんでしょうね。7番さん、あなた口を滑らせましたね。6番さんが霊能なんですけど、あれこれは繋がってるんじゃないか。6、7、ロー、ロー。これで提出しますね。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、6、7、ロー、ロー。把握しました。1番さんが占い師出なければ、まあ、6、7、ロー、ロも視野に入れていきたいですが、まだね、そこは、そのラインがあるかどうかっていうのは、まあ、8番さん視点では7番さんが人狼に見えた、6番さんも人狼に見えたと。それ、そのラインがなぜ見えたかっていうと、6番さんが3番さんを、叩いてたのが、7番さんが印象よく見えた。ので、確かに、7番さん人狼だったら、その雑殴りはしないんじゃないかと8番さん思ったらね。で、対抗出て6番が人狼で出ていた。その理由は、決め打ちを6番さんの発言でしてくれるっていうようなことを言ってたから。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。3番さん、占いどこしようか、後で教えてください。聞き漏らしました。6、8が霊能。で、8番は6、7ロードを提出。まあ、2周目じゃないですか。1周目はいろんなことが起こってね、どういうことってなるのってあるあるなんで、2周目聞いて考えればいいんじゃないかなって思うけど。最終位置嫌いなんだよね。もう星座2周目で一番最後にするから、雑談すると、雑談じゃないけど、最終位置嫌いなんだよ。メモしないから、いちいち覚えてらんないんだよ。サンマの白先教えてくれよ。2周目で。あ、まあでもそっか。平和村じゃん。2番のプレイヤーが発言します。はい、3番は5番白ね。5番白。現状で言うならば、占い師に関しては6の方がいいよね。8に関しては、ちょっと、グレーの考察とかもないし、ないから。2番が今日は次1、上げていいよ。でもこの盤面上だから、あと、騎士ももう出てくるべき。平和村だからね。で、
現状だって、まあ、あの、3番がグレー行きたければグレーでも全然いいと思う。霊能から行きたければ霊能でも全然いい。ただし、霊能から行くんであれば、8ね。これ8から行く。グレーで言うならば現状はやっぱ1かな。その1で全くちょっと狼で探す気ないから、1番ね。俺1番ちょっと騎士もあるかなと思ったんだよ。まあ、その発言ね。ないから現状グレーで言えば1、霊能で言えば8ね。と思ってますよ。はい。もう8と1共通して言えることはもう探す気がないね。これ全くもって。うん。だから3が占い値狭めたいんであればもうグレーズリーで。うん。それはもう安定でいきたいんだったらもう8ね。まあ3がどう思うかよね。まあ決め打ちたいって言ったから3もできれば6残しって言うと思うんだけど。かな。だからまあ2番が、ああ2番じゃない。3番がもうそこは指定しね。また票がばらけると。まあ、あの、釣れなかったって言うと一番最悪のパターンだから。これ、ごく稀にあるから釣り切れないっていう場合がね。で、あとやっぱ、この全体的に、あとね、村の色落ちがなんか微妙なんだよな。あんまり、色落ちしないから、ちょっとね、精査がやっぱつけるのはちょっと現状難しいっていうのがあるわ。はい。以上ね。3番のプレイヤーが発言します。はい。2周目ですね。お願いします。っていうことで。占い師は1人しか出てないね。大丈夫だね。うん。これはもう決め打つって決めてるんで、俺は6番さんをちょっと2戦目で見てるかなと思ってる。うん、8番さんがね、67ロロって提示したところがちょっと気になってて、うん、8番が死んだったら67ロロっていう提示はしないと思うんだよね。うん、なんで俺は6番さんが偽かなと思っている。岸さんね、マジね、ちょっと出てほしい。うん、釣りたい値はね、うん、そうだよね。4番。じゃあ4番さんが決めばいいかなと思ってる、俺は。うん、俺は6決め打ちたい派なんで、4番さんとの、ね、流れとは全く真逆だから、俺は6番さん釣り切り、釣り切りっていうか、あの、芯を8番と決め打って、俺は6番さん釣りたいんだけど。2番さんも言ったかな ?4 番さんの進行に。うん、従って。4番さん、どうかね。俺、6に繋がるところ、9、1は繋がんないと思うんだよね。6に繋がるんだったら7だと思っているから。うん、そこをどういう風に捉えるか、4番、5番、俺はね、9、1、2の発言をよーく聞いていきたいなと思う。まあ、現状、6番さん行きたいかなと思う。以上です。4番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。あの、3番位近くしてるっていうことで、あの、強人目があるんやったらグレーやったら9番さんかなって思ってる。9番って6番8番例の2人出てきた時点ですごい8番のフォローをしていたから、例の進路で出てるんやったら9番強人でフォローしてるんじゃないかなって思った。だから3番は9番以外を占ったらいいかなって思っていて、まあ、6番を、あ、誰か延長ありがとうございます。6番を芯で決め打ちたいっていう3番の意見はすごく分かったんですけど、それは正直最終日でいいかなと思っていて、連能者が新境で出てた場合って、まあ、7、9、1、2に狼2人いるんやから、そこに縄3本使って最終日に決め打ちしたらいいんじゃないかなって思ってます。だからグレー釣りかな、グレー釣りで7913どこからでもいいと思ってます。まあ、1番か9番、1番かな、個人的には1番がいいかなって思ってるけど、はい、まあ、5番の意見も、5番強人ぽくないと思ってるから5番の意見も聞いて決めます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。うん、まあ本来は6、8のだった方がまあ安心ちゃ安心だけど、3日目までは必ず行くけどね。うん、まあ平和村だからローで出てる可能性もあるからね。まあグレーで勝負すんの、うん、ってことはね、リスクがあるんだよ。唯一のリスクはここで村を釣って3番が白結果しか落とせない場合には、霊能にしろ、グレーにしろ、決め打ちになるっていう。それが、まあ、分かってんなら、まあ、止めはしないわ。うん。
僕8でしょうね。どっちなんでしょうね。あ、違う、奇跡の進化もよ。だからもう勝手に、まあ、だから6、8はもらった方がいいと思うけどね、俺は。狼で出てる可能性もあって。まあいいんじゃない？グレーグならグレーで。まあ4番さんが決めたならそれでいいんじゃない？うん。9、1行きたかったら9、1でいいんじゃない？うん、しゃあないよ。9、1が怪しく思われたんだったら。うん、いいんじゃない？うん。まあ俺はね、何度も言ってっから4番さんを決め打つって言ってんだから。うん、4番応援団ですからもう。合わないっすよ、もうこれは。まあ俺は、まあ、6、8のあれが一番いいと思うけど。8死んだら負けってことになるからね。という状況の時がある。ケースがある。うん。だから安定すれば3日まではいけるかなと思うけど、まあ止めはしないっす。いいんじゃないですか、9番1番が怪しいっていう馬さんが言うなら、いいんじゃないですか、それでなんで、投票見たら、うん、それもヒントになるかもよ。うん。まあいいんじゃないですか。うん。私はね、うん、ヨンバさん、うん、大好きですからね。私は決めすって言ってますからね。うん。考え変えませんよ。6、8は決めきれないけど、4番さんの大好きってことは決めきってますからね。以上。6番のプレイヤーが発言します。うん、多分ね、ヨンバさん、3番さんは、6の偽を決め打つって言ってたと思いますよ。8番さん死んで。一個、ヨンバさん、把握漏れしてる。3番さんは、6の芯を、1周目の8番さんの発言だけで、6の芯を切りました、3番さんは。なんか、いけなかったかな、1周目の時。叩いちゃったからな、3番さんを。じゃあ3番さん、ちょっと1回だけチャンスちょうだい。1回だけチャンスちょうだい。お願い。黒見つけるから。黒見つけるから1回だけチャンスちょうだい。自分ね、7番さん行ってほしいんですよね。87ロールも結構あるかなと思って、8番さんの触れ方で。グレーにね、8番さん強靭でグレーにもし2ローいるとすれば、なかなかね、今ね、つながり位置がないんですよね。例えば2番さんって1番さん釣りをしてましたよね。今日グレーから行くってところで多分相方釣り押すことないと思うし、あと2番さんがその最終位置を釣り押したっていうこともちょっとだけムラ目なんですよ、2番さんって。自分が釣られるかもしれないっていう恐れがあるからね、1と繋がってないとできないんですよ、1、2、ロロっていう形で。でも、初日に釣り押すこともないと思ってるから、そこも繋がらないで、9番さんごめんなさい。全く理解できなかった、何言ってるか。こっちが、ちゃんと聞けよって言われるかもしれないけど、全く理解できなかったんで、なんとも言い難いんですよ、9番さんは。だから自分ね、7番さん行きたいんですよ。7番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ7、6にでもしますか。って感じですかね。俺あげた理由がわからないですね。8番さんの行動のどこがどう考えて8のロールやと思ったんか。8番普通レギュレーションで言ったら対抗の8番さんは普通に強靭でしょ。なんでそこ強靭じゃなくて狼でおったんか全部説明しろよって話ですかね。せっかく6番さんフォローしようとしてたのに、もう許せないですね。はい。で、9番さんは8番さんと全く同じことを言ってるだけですね。はい。もう、1周目の発言聞いたら、8番がなんで6、7つなげたかわからないですね。もう俺の把握漏れだったら申し訳ないですけど、なんか8番俺が今日、俺が例の使用したって思ってなかったですか？もしそうだったら申し訳ないですけど、何も使用してないですね。はい。いやもう、いや、これがちょっと、把握漏れだと申し訳ないですけど、はい、もう、8が何言ってるか、つなげた理由もわからんし、もう9もそれに乗っかってるから、もう8不当だなと思ってたんですけど、もう6番さんが急に自分出してきたんで、一切の正当性の理由もなく、なのでちょっと、例のわからないですね。はい。まあ、グレーで行くなら9、1、まあ、僕目線そうなるんですけど、まあ、9、1両方とも発言伸びてないですし、まあ、1番さんはご飯食ってるし、発言伸びてないので、まあ、すごく期待したいところですかね。まだ伸びしろあるんじゃないでしょうか。まあ、9番さんはもう、1周目からもう、伸びしろを感じられなかったですね。まあ、はい。まあ、2周目、これから話聞いてって感じですかね。まあ、8番さんの6、7でつなげて、もうすぐ切っちゃったんですけど、まあ、理由教えてください。6、7だと思ったり。8番のプレイヤーが発言します。いいですよ。7番さんが6番さん霊能ですね。確定したかのような口調で言ったから。何こいつら繋がってんのって思ったんで説明したはずですけどね。一周目の発言時。皆さんも聞いていたでしょ。
9番は、なかなかやるね。非常にいい。非常にいい。今日は9は釣り位置じゃないよ。9を釣り位置から私は外したいね。うん。まあ、6釣りをね、私は押す。それはもちろん変わらないんだが、6番が7番を切ってきたんだよ。これをどう見るかってことなんだよね。で、7番グレー1で6番に切られた。うん。これはでも俺の思考を変えざるを得ないのかもしれない。思考転換は割と大事だからね。今日は6、7、ローローを追うっていうのを少し転換をしなきゃいけない。ただ7番のその6番、霊能確定したっていうのが、それはすごい消せないんだよね。そこですごく引っかかってる。9番のプレイヤーが発言します。まあ、なんとなく見えてきました。多分8番さんが霊能。で、6番さんが7番さんを切れるっていうのは、6、7人狼の切り方ではなかった。つまり6番は強人で、人狼が誰か分からなかったということだと思う。で、7番さんが人狼。で、7番さんは、6番が霊能だねっていうのは、7番が人狼だから6の白が分かってるわけよ。だから6番が霊能って言ったから、まあじゃあ霊能でいいんじゃないみたいな。ちゃんと精査をできなかった。7番さんが人狼。で、7と繋がる位置は1か2、どちらか。だから2番と繋がる可能性はある。それは1番を釣りたがってるからね。1番の位置は色が落ちないが、多分占い位置にすると思う。村だったらね。人狼だったら占い師で出る可能性が高いから。だから7釣りでしょ、今日は。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に、俺、あんまこの流れに抗おうと思ってないんで、まあ、7、1、9? あともう一人グレーいんの？ちょっと、7、1、9。あ、てか、4番さんの、3番さんって、8のシーン決めたよね。で、4番騎士なんだけど、8のシーン決めたっていうのを誰か突っ込んでたから、6番が突っ込んだのかな？そこは6番さん発言よく聞いてんのかなって思ってるんだけど、うん、6と8の心理は難しいなって思ってる。9番さんは 2-7? 霊能心境で 2-7 ローってこと？どういうことかな。俺ちょっとよく、俺も沼ってるんだけど、まあ釣りたいとこ釣ればいいんじゃない。ただ村を村かなと思って釣っちゃダメだよ。そうしたら明日三の二郎の精神で挑まないと結果勝てないから。俺はね、6は7釣りたいで、9も7釣りたいって言ってる。4は俺って言ってるんだっけ？あなたとりあえず発言を聞きなさいって感じなんだよね。人を釣り押す前に。うん。2番さんな、別に黒いとこねえもんな。これめっちゃ難しい盤面だなって思ってますね。人気投票じゃない？まさに自分が思ったとこ。それをちゃんと投票すればいいか。それが全プレイ。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。釣れちゃいましたね。釣れちゃいましたね。まあ、キッさんね。まあでも、あれ？あらら、占いにも釣られてますね。なんで釣ったんでしょう。多分こう思ったんでしょうね。占いたくもないし、もうしょうがないぐらいで思っちゃったのかな。これはね、しょうがないかな。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は一名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。あ、まあ占い結果見て決めますか。7ね、7番はね、逆に黒いか理論で入れちゃいましたよ。まあどう取るかっすね。これでもう難しいね。厳しいね。もう本当に厳しいね。もう負けそうな雰囲気。もうわかんないからね。どっちなんでしょうね、これね。もう安定進行してればよかったと思うけどね、もうこれ。一致が何なのかわかんないけど。まあ、好きなようにしたら、俺は霊路出してから考えた方がいいと思うけど、ってかね。正直なところ言うと、平和村、これ5連チャンなんだけど、あ、俺もいいよね。その、3試合連続占いやってから、まあ、巨人に囲われ、真に乱しろ結果で、5連続平和村で泣いてますわ。うん、勝ちたいけどね。いやー、占い精査したかった。練習したかった。6番のプレイヤーが発言します。いや、やりましたよ。1番さん苦労ですよ。オカミ。1番さんでもね、おかしかったんだよね、最後の発言が。一番おかしかったのって、1番さん2番さんに黒要素ないって言わなかったです。2番さんグレーだったら1釣りたいっつってるんですよ。7番さんとかすげえ素直な反応を見せたじゃん、6番に対して。6番は8番さんがわけのわからないライン考察で、6ラローローを繋いできたかしたから、8オカミ付けだったら、8、7ローローもあんじゃないかなって言って、ちょっと7番さん思い切って行ってみようかなと思って釣りをしたら、めちゃめちゃ素直な反応返ってきたんで、あんまオカミに見えなくなっちゃったっていうとこですね。1黒でしたよ。やりましたね、これ。さてと、8、1ローローだったらもう簡単なもんなんですけどね。8、1ローローだったら簡単なんですけど、結構ね、8番さんのオカミ目っていうのはあると思ってます。8番って、6に対しての精査が、6が7を切ったっていう言い回しをしてたんですけど、多分ね、6を狼で考える考察を出してるんですよ、8番さんって。だから、自分が狼の時って、対抗は絶対狼に仕立てあげるから、8番結構狼あると思ってる。8、1、ロー、ロー、全然ある。まあ、投票結果的にも結構昨日ブレちゃって、バラバラなんですけどね。バラバラなんですけどね。どうなの？ここはダメだ。投票からじゃわからんわ、これ。投票からじゃわからんす。8行きましょう。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、9番さんが一番しんどい盤面じゃないですか。なぁと思いますね。9はどうやって考察するのかすごく楽しみかなと思ってますね。6番さんは新郎1ですよ。狂人はもう黒出したんで狂人はなくなりましたね。まあ、安直って言われるかもしれないですけど、ほぼほぼね、普通に考えたそうですね。で、じゃあ8、9に弁明もすると、まあ6が霊能だけど、3は、なんか言ったけど、あれは、6にすり寄ってるみたいに見られたくないから、まあ言ったって感じですかね。まあ、ちょっと何もなかったことにしてください。何もないというか。はい、勘違いしないでください。8、9は。そうですね。8番さん、6、狼に見えるんですか？ちょっとそこ聞きたいですね。僕と思考が一緒か。で、9番さんはどこを追うのかすごく気になりますね。はい。だって9番さん、8神なんでしょう。そしたら1白やから、俺も白出て、2番さんでも追い出すんですかって感じですね。すごく楽しみにしております。まあそんな感じですかね。はい。なので、8級の発言皆さん、3番さん特に大事に聞いておいてください。ボロ出すと思います。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。まず、7番さんから質問がありましたね。6番さん、狼で見ていたのか。僕、最初に言いましたよね。6、7、ロー、ロー。繋がってるんじゃないか。はい、見てましたよ。それが回答です。見てました。で、
その1日目の2日目で6番が7番ぶん殴ってた。ここでちょっと思考転換をしなきゃいけないなっていうふうには感じた。けど狼で見てたっていうのは事実。うん。わかるかなこれ。回答になってるかな。6番を何で見てたのかっていう質問したよね。狼で見てました。はい。なんで、6番、今日釣ってください。で、5番さんがロラをしたいと。6番釣ってくれた後なら、まあ飲めます。まあ飲めますけど。基本的にね、ロラって、まあ、初めにするもんだと思うんだけども、1番白だから、1番強人追わない限り、ここで、俺釣られたら負けだから。あ、これ PP あるよね。ないのかな。あるよね。強人いる村だもんね。だから6番行ってください。その後なら全然飲みますから、俺ロラ。はい。じゃあ6番の相方、どこなのかって話だよね。5番を弾いた、俺は。9番も使えるから2番。9番のプレイヤーが発言します。まあ、7番さんに言っとくと、まあ、村の安定は6釣り。で、6の色が白だった場合は、8番さん視点は2級人狼は確定するわけ。6釣って、6の結果白だったら2級人狼は確定するわけよ。そしたら2級の投票は8でしかない。という盤面。だから7番さんはまあ、白だったからね。7番さんは、ちょっと何言ってんだろうなと。思うが、まあ俺視点では、まあ2詰めがセオリーかなと。俺視点ではね。57に強人がいなければ、6番が新霊能か8番が新霊能かがわかるからね。1、2を釣り切ってね。なので、2番に行きます。2番のプレイヤーが発言します。いや、明らかに今の8級の発言がおかしい。8番がもし新霊能だった場合、これ1が村だった場合よ。6を釣ります。次の日自分飲みます。ってなったらもう負けだからね。わかる。だから8の芯はないよ。あなたはね、6狼なんでしょ。それだった場合、その相方位置とかもきちんと話をしなければならない。8番って多分、強人なんじゃない?俺は現時点思うよ。これは3番が今日の釣り位置指定してくれ。霊能から行くか、9番から行くか。9番の発言も明らかにおかしい。俺と同じ要素を拾った上で俺に釣りを来るって言うんだったらわかるよ。なのに理由もなく、俺ね。わかる?もう8の芯は切れると思うよ。今の発言。自分釣ってくれ釣ってんだよ。3番もわかるよな、俺の言ってる意味が。これ1番が村だった時ってもう負けだからね。仮に6釣って8釣った場合っていうのは。だから8番も心霊のじゃない。3番は昨日6が偽札釣ったけど、俺は発言内容からもしも6の方が圧倒的にマシだと思う。8番に関しては全然してないじゃん。はっきり言って。もう6の方が俺は死んだと思ってるよ。だから1で落ちたんだろう。だから8強人、9狼でまあ見てるよ。サンバちゃんどう思う ?9 の言ってることは俺の黒要素もあげる。俺に来るしか言ってないんだよ。今日は8釣り。うん。いいよ。8釣り。もう8は2釣りしかないから。蒸らしてもそれ追えなかった。地釣りしてんだよ。はい。今日8ね。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。8番ね。地釣り発言あったね。8番の、まあ今ので芯はちょっと切れちゃったかなっていうところだね。はい。私はなんかちょっとね、6番さんのことを理性要素で見たんだけど、あのね、1日目の2週目の発言と、まあ今の2日目の発言ね。で、やっぱり6番さんはちゃんと、まあ誠意じゃないけどね、伝わってきたんで、8番さんはね、ちょっとね、最後言ってる意味が2日目がちょっとよくわかんなかった。まあ1日目、2日目も、そういう風に言ってなかったんだけど、うん。8番、行って、9、2のどっちか?
8番で終わらなければ。俺ね、ロゴでね、進路で出てると思わないんだよね、でもね。強靭が一番高いのかなとは思ってるんだけど、でも俺食われるでしょ、これで。8番つっても俺食われるでしょ。強靭探すゲームじゃないんだけどな。まあ、57に強靭がいないことを祈って8番さんに行こうかな。はい、以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。まあ、勝った勝った。マジか。よかった。まあ、いい、ありがとうね。ありがとう、ありがとう。ありがとう。俺を村置きしてくれてありがとうね。